ライム、東映か。そのようだ。あれってもしかして、薄い。なんだあいつ、変身しやがった。東映のオールメイト、それが薄いの真の姿のようだ。マジかよ。さあ始めようか。青葉くんが先生だ。ね、大丈夫だ、青葉。やるしかねえな。レン、ギョセットだ。了解。やっぱ勝てえな。次はこちらの番だ。レン、防御。了解。大丈夫か。ああ。くそ。全然効かねえ。この薄いも聖をモデルに作られている。同じ顔をしているのだが、わかるかね？セイとアオバ、君たちは運命に選ばれし双子だ。セイは名前の通りに生を司り、君は死して生まれた子供、死を司る存在だ。セイは生み出す能力を持ち、君は壊す能力を持つ。君たちは二人で一つということだ。脳と意識の研究のため、セイは昏睡状態でいることが多かった。自由を失ったセイは、せめて心だけでも飛び立とうとしたのか、とうとう自己意識を大量に生み出すようになった。例えるならば、自分の意識をいくつも分裂させて大量生産するような状態だ。セイが生み出した自己意識は電波を通じ様々な場所へ入り込んでいった。ネットワークにも勝手に潜り込んでいる。自己意識、それ自体が何かできるわけではないが、ネットワークの波に乗れば好きな場所へアクセスすることができる。青葉くん、君と連絡を取ることも可能だ。我々はセイのこの特性を応用し、セイの意識を注入した洗脳専用の人形たちを作った。薄いもその一つだ。そうしてライムが生まれた。その分、大元であるセイの意識は散漫になり、どんどん希薄になっていったがね。薄いはいわば第二の性なんだよ。
まだ大丈夫だ。青葉君、そろそろ気づいた方がいい。勝とうと思った時点ですでに敗北を意識しているということを。キヘク、人間の精神が最も高みに昇る崇高な瞬間とはどのような状態だと思うかね。無だよ。欲と感情を封じた時こそ人間は本当の幸福を得ることができる。欲があるから争いが起きる。それらを消し去り、人々に平等で平穏な幸福を与えようとする私の考えは間違っているかね。君は欲を野放しにして人々が争い、命が無駄に殺されていく世の中の方がいいとそう思うのかな。違う。君が持つのは壊す力、死に直結する力だ。せっかく正義が生み出した自己意識たちを君は殺すのかね。死と壊すこと、殺すことが必ずしもつながってるわけじゃない。何かから解放すること、始まりのために終わること、そのための死だってあるはずだ。なるほど、そう思うなら打ち勝ってみたまえ。君の持つ死で私の生を止めてみせてくれ。そうすれば私も解放してくれるのかな。くそ、またあれが来たら連が持たない。大丈夫だ。ダメだ。どうしたら。青葉、俺がこんなことを言うのはおかしいのかもしれないが、薄井に生の自己意識が入っているというのなら呼びかけてみれば届くかもしれない。どういうことだ。ここはライムのフィールドだ。肉体を介している時よりも意識と意識の距離が近い。青葉が俺にしてくれたように生へ呼びかければいい。そうか、わかった、やってみる。その間俺が青葉を守る。悪い。それが俺の役目だ。もういいんだ。俺が壊すから、解き放つから。俺の力で兄さんを。薄井の攻撃が止まった。
さすがだよ。乾杯だ。運命は君たちに勝利の旗を振ったというわけか。だがそれもいいだろう。神の選択とはいつの世も公平であり、また不公平でなければならない。敗者は潔く舞台を去る。それが勝負ごとにおける最低限のマナーだ。セイはこの先の部屋にいる。あんた、もしかして。飛ぶ鳥の去り際は美しくなければな。セイ。遅くなってごめん。